はい、こんにちは。まあ、チャンネル前原です。はい、今日はですね、久しぶりにデュエルマスターズの対戦動画をやりたいなと思います。はい、素敵完璧上出来ボックスと、あと心理弾、DM 心理弾のカードも交えてます。はい、はい、ちょっとだけ改造してあるデッキですね。うん、じゃあ戦っていきましょう。最初はグッジャンケンポイ、はい、しゃおい、デュエルマスタート。はい、ターンエンド、ドロー、ワンチャージ、ターンエンド、ドロー、2マナタップして、もちろんクリスタ、2マナタップして、はい、ドロー、マナチャージ、2マナ、フラナイス、フラナイス、カード1枚引く、はい、よしよし、ジモナーでボチェ、ターンエンド、はい、マナタップしてドロー、ワオ、じゃあ2マナ使って、で、奇跡トーパーズ、あ、早速新しいの、うん、ターンエンドです。ターンエンド、アンタップ、あ、ごめん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 、1マナでよかった。ターンエンド、アンタップ、ドロー、ここマナチャージ、今度は占い師のチャージ、3マナ、ワッシリマントロー、ターンエンド、ターンエンド、アンタップしてドロー、うん、マナチャージで、うん、まずはトーパスで、トーパス、シールドブレイク、パリン、なし、はい、ターンエンド、ターンエンド、アンタップ、ドロー、マナチャージ、1マナ、ジョ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 ーカーズ、1、2、3、4、はい、ジョニー、はい、ジョニーね、山札の一番下に、はい、はい、よいしょ、ワッシュモードがダブルブレイカーだから、はい、シュートダブルブレイク、はい、攻撃先をこちらに変更、はい、ただしパワーとかプラス6000ので破壊、はい、破壊です、ターンエンド、はい、ドロー、はい、5マナ全て払って白夜召喚、白夜、このクリーチャーがバトルゾーンで出た時、自分の山肌の上から1枚目を表向きにして新しいシールドとして加えます。なんでラビリンス発動、自分のシールドの数が相手より多ければ次の自分のターンの始めまで自分のメタリカ全てのバトルに勝ちます。クリスタでワッシャイマンタルを破壊、ボーン、ターンエンド、あ、うそん、ダブルブリーカーが、ドロー、他マナチャージ、これで5マナ、よし、5マナでどっち召喚しようか、ザ・チルチューズを召喚、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、相手にラメッチョと言ってもよい。当てた。相手はアイオと言って、次の音一つ選んでもよい。はい、アイオ。相手が選ばなければ全部注文する。塩ラーメンでお願いします。塩。カード2枚ドロー。カード2枚ドロー。よし。1、2。そっか、全部使っちゃったんだ、ターンエンド。ターンエンド？うん。アンタップしてドロー。じゃあこれをマナチャージして、白夜でダブルブレイク、バリンバリン、パリパリン、なし、はい、ターンエンドです。はい、アンタップ、ドロー、マナチャージ、2マナ、チョコットハウス、チョコットハウスで、これはこのクリーチャーがアタックする自分の手札1枚マナゾーンに置くか、これはまだ効果発動できない、はい、で、さらに2マナ、やったれマン、先にやったのも出せばよかったな、あ、本当だチューチューズでシールドブレイクの時にナッシングゼロ、はい、来たか、で、1、2、3枚、あれはクワトロブレイク、はい、はい、で、あ、シールドトリガー、トリガー、もう一つグボアとヴァルティアレンズ、まずはルボアだね。このクリーチャーがバトルゾーンで出たとき、自分のクリーチャーを1体タップしてもいい。そしたら相手のクリーチャーを1体選びタップしてます。じゃあタップして、タップしたほう、あ、これも相手のクリーチャーすべてタップするだった、あ、うん、で、カードを1枚引くってことがある、はい、これは呪文なんで消えます。じゃあ天空王を一番上に、山札の一番上、はい、ターンエンド、ターンエンド、アンタップします。
ドローしてパワーナインのマナチャージして7マナ全て使ってキンキラキンにきらめくぜ。あ、オブシディアン、オブシディアン来たいきなり来た。このクリーチャーがバトルゾーン出た時、バトルゾーンにある相手のクリーチャーの数と同じ枚数、自分の山札の上からカードを表向きにしても良いということですね。3枚あるね、うん、3枚表向きにしていいんだって。その中からコスト6以下のメタリカを全てタップ状態でバトルゾーンに出しでいいんだって。じゃあアムベルだけタップ状態で出す。アサラーのメタリカだよね。コスト6以下だからこれ7やろ。あー、なんかで、好きな順序で山ほどの一番下に置くんですね。ルボアでやったのも破壊。おー、あ、せっかくイラストが違ったのに。で、白夜でチュルチュルで破壊、チュルチュル破壊、ボーン。タインド、タインド、アンタップ、ドロー、マナチャージ、6万のショ、6万のチャラって超力天候チョコタウスにネオ進化。ネオ進化、はいはい。それでネオ進化してダブルブレイカー。さあ、いきます。あ、あ、そうか、そうだね、はい、アタック。じゃあダブルブレイカー、もう他に召喚しないのね。うん、はい、天候でダブルブレイク、バリ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 ン、はい、その時に自分の手札を2枚捨てる、はい、そしたらまたアンタップする、やばい。そして超特急転向でダイレクトアタック、ルボアでそのアタック先をこちらに変更、はい、6000だから3000負けるルボアで、さらに2枚捨てて、はい、これをアンタップダイレクトアタックボーよっしゃーチークショーダメか、やったダメだね、うん、ダメだね、やったあ、そっか。パパはビートジョッキーに変えました。これも素敵完璧上出来と新二段混ぜてあります。はい、最初はグッジョッキーパイ。出ます。スタート。マナチャージでターンエンド。ドロー。マナチャージターンエンド。うん、マナエ。で、2マナ。やったら魔王召喚。ターンエンド。はい、ドロー。はい。2マナ使って1番隊チュチュリスを召喚、チュチュリス、あ、同じ系だね。じゃあアンタップドロー、マナチャージ、ここはヤッタレマンでアタックするときにナッシングゼロを使います。1、2、3枚、4枚ブレイクでしょ、2色だからクワトロブレイク、2色だよ。で、ヤッタレマンを一番上に、はい、1枚だけシールド取りがありました。はい、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のパワー2000以下のクリーチャーを一旦破壊します。ヤッタレ破壊、ターンエンド、よっしゃー、アンタップで次へナッシングゼロ、ドロー、1マナチャージして、まず1マナ使ってで、チュチュリスを召喚、おっと、またイガー違い、シマナさらに使って大道奏者ジェフ、ジェフと、おっと、スピードアタッカーで、ごめんね、さらに1マナ使ってフルメタチュリスにネオ進化、おっとで、ネオ進化になったのでダブルブレイカーのパワープラス3000になります、うん、フルメタチュリスでシールドダブルブレイク、パリンパリン、なし、はい、で、ドリドリ自転車ドカパンクでシールド1つ破壊、パリーン、なし、一番対チュチュリスでもシールド破壊、パリーン、よし、なし、これで同じだ、ターンエンド、はい、ドロー、ここはマナチャージ、よし、2マナ、やったるまん、うん、で、ここで1マナでちょちょちょジョ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 ーカー、1、2、3、びっくりした、ナッシングゼロ来るかと思った、こんな来れないよね、スピードアタックがないもんね、ジョーカーに、あ、クリーチャーいない、あ、じゃあターンエンド、この場合一番下だマジか、そういうこともあんだね、うん、初めてこういうパターンになったな、消化できるやつはいない、ターンエンド、お、これは勝てそうか、スーパーシュートリガーある可能性あるから、じゃあ3マナ使います、3マナ、3マナ使ってバッドグランドリミテッドバッドアクションダイナマイト2でしょうか、おっと、使った、1マナ使って
フロリダ自転車ドッカーパンクをフルメタチュリスにネオシン。おお、ネオシンか。2体目。よし。これもダブルブレーカーだね。フルメタで。まあまずはこれで。シールブレーカー。カリン。バイナラドア。バッドブランドリミテッド。バイナラしますか。はい。でまあ、あ、下だよ。え？山から打ちました。うん、はい。はい、でもフルメタチュリスでダイレクトアタック。ボーン！あー！せっかくナッシングゼロあったのに。あー、危なかった。やっぱ速攻でナッシングゼロを潰すのが一番だな。それぐらいしかこのナッシングゼロがありすぎる4枚あるとやっぱちょっとね、すごい出てくるね。うん、はい、ということで今回はですね、メタリカとジョーカーズ、あとビートジョッキーの改造デッキで遊んでみました。はい、なかなかナッシングゼロが強すぎてどうしたらいいのかが分かりません。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。